なんか憧れとかそういったものがあって、で実際その30歳を迎えて役者を始めたっていうこと。そう、憧れっていうかその役者っていう役者の矢の字も知らなかった状態なんで、ただただテレビに出たいみたいな、なんか有名になりたい、その芸能人になりたいみたいな、分かりやすく言えばそこから始まったのがあって、で東京に20歳の時に来たけれども、まあ、東京の波に飲まれたというか、バイトしてなんかお金儲かって遊んでみたいな、東京楽しいみたいなって、大阪出身なんであれなんですけど、そこからがスタートしたのがあるというか、でまあ、いわば何だろう、役者っていう字も言葉知らなかったんですよね。俳優って言葉は知ってたんですけど、芝居を始める前っていうのは仕事を、就職をしていた。いや、うわ、就職はしてないですね。まあ、もうアルバイトばっかりです。常にアルバイト。じゃあそういった仕事を辞めてとかっていうリスクは一切なかった。辞めてのリスクは、そうですね、なんかきちんと仕事をしてればなんとかなるのかなというか、結局20歳の時にこっち出てきて、東京出てきて、でいざやろうとしたんですけど、人に言えなかった、恥ずかしくて。そういうのやりたいんですっていうのが、結局自分で自分をジャッジしてたって今になると思うんですけど、だからそういう一般の人と普通に友達ができてきても、アルバイト先とかでも、そういう、だからなんで東京来たのみたいなって言ってても何も言えなくて、いやちょっとなんか探しにみたいな、ごまか自分でごまかしてたって自分を。 でもなんかそういうテレビ関係だとか映画関係とか俳優の人に会った時には、なんかもうコソコソとしか言えなかった。だったらやればいいのにみたいな、言えなかったんですよね。で結局だからすごい、そのやるようになったのは、そのうちの、でも親の病気がきっかけですかね。うち母子家庭なんで、基本的に母一人子一人なんで、母親が倒れた時に一回大阪帰んなきゃいけなくなって、で帰って何しに行ってたのか、東京、その時8年経ってたんですよ、東京来て。そんなに経ってたんですか。経ってました。だからね、結局でも実はその間にも少しなんかレッスン受けたりしたんですよ。で結局お金払いつつも、でも真面目に行ってなかったり、なんか可愛い子がいたらその子と遊びたいみたいなのになったりとかしてて何してんだ俺はって今考えると、ちゃんともう一回やりたい。で親の病気も少し、ま、楽になって、マシになったんで、もう一回こっちに来てというか、その役者です、役者でやります、やりたいんですって言い続けて、結局でもそっから1年ぐらいかな、ワークショップが1年間ぐらいあったんで、でもまあ3ヶ月に1回とかのワークショップだったんですけど、それに通ってるうちに、まあ、まずその舞台をやってみたいっていうのがあったんで、それに行ってなんかやったような感じですね。どうでしたか、実際初めての舞台。4人主役の人間がいたんですよ。その中のすごくいい役を僕もらったんですけど、稽古2日目にしてキャストを変えられちゃったんですよ。なんで要するにできないからです、下手くそだからです。そのワークショップでは即興で出すから、自分のままを喋ったりするんで全然できるんですけど、いざセリフになったら多分できなかったんですよね。もうセリフを読んでるだけ、セリフにもう追われてる状態で、芝居なんかできるじゃん、お客さんに見せれない状態だっても多分1日2日目でもう気づいたんですよね、演出家が。それでずっとワークショップも来てなかった人がいきなり2人ぐらい来て、主役が何人か変わってしまって、それで僕は違う役になっちゃったんですよ。それがすごい悔しかったんですけど、それがでもある意味一つのエネルギーになりましたかね。芝居を続けるっていう、くそくそっていう、もうだって泣いて悔しかったですもんね。何人か同じような状況の人もいたんで、でも今考えるとやんなくてよかったなと。その役を、いや多分やってたらお客さんに見せれるもんじゃないだろうなと思うんで、だからそこに対してその演出家は、また何度か会ったこともあるんですけど、一緒にはまだ舞台やってないんですけど、誘ってもらったこともあったんですけど、ちゃんときちんとオファーもらえるまでちょっと自分は頑張りたいなと、ちょっと頑張るっていう言葉はあれなんですけど、やるべきことやって結果を出せればまた呼んでくれるんじゃないかなと。どうもー、トモクラプロデュース千葉リオ第1回公演、2014年8月5日の火曜日から8月10日まで、時子の事情でございます。場所は、本田劇場グループ小劇場楽園にて舞台やります。時子35歳、将来の夢はアイドル歌手と幸せなお嫁さん、現在5度目の新婚生活、今度のお相手は57歳のタクシー運転手の牧尾さんという、そういったちょっと面白そうな、話になっております。
楽しいものを見せれると思うんで、ぜひとも時子の事情8月5日から8月10日まで見に来てください。待ってます。